マラケシュは2007年にフランスのギガミック社から販売されたボードゲーム。2008年に続報社が買い上げ、ズライカの名前でリメイクして販売している。作者はドミニク・アール・ハルト。モロッコの都市マラケシュの市場をゲームの舞台に小さな絨毯を上手に敷いていくゲーム。プレイヤーは2から4人、対象年齢6歳以上。一人の商人コマを77の正方形の ゲームボードの上で全員で動かしながら、なるべく他の人が自分の色の絨毯を踏んでお金を支払ってくれるように、絨毯を配置していく。セット内容サイズ箱サイズ絨毯の数は、4人は12枚、3人は15枚、2人は24枚。コインの数は、4人では30商人を、ボードの中央に立たせ、最初のプレイヤーが商人の向きを決めサイコロを振る。 出た目の数だけ商人を動かす。止まったマスに自分以外のプレイヤーの絨毯があれば、そのプレイヤーにお金を支払う。止まったマスの周囲に絨毯を敷く。この時他のプレイヤーの絨毯に重なってもいいが全て覆うことはできない。最後の絨毯を敷き終わると、ゲーム終了。ゲーム終了時の自分の絨毯のマス目の数と、稼いだ金額の合計が最も多いプレイヤーの勝利。 ありがとうございます。